三住支所ですねをスタートしました。三住支所やばよかったらよかったら OK やったら僕ここであったって言ってえ、どっち行きますか。ここですか。いや、あっちあっちあっちどうも、新地登山部です。今日はここ、宇城市三住支所っていうところにね、やってきました。登る山なんですが、三住岳ですね。はい、あ、ここに書いてあるわ。三住岳コースということで、車を止めたのがここの三住支所の駐車場ですね。裏側に止めさせてもらいました。駐車場止めていいですかっていう話をした時にどうぞ裏側に止めてくださいっていうことで、ありがたく止めさせてもらってます。ということで今日はね、三住岳山頂を目指して登りたいと思います。それでは行ってきます。行ってきます。ご安全に。ご安全にはい、ということでね、今日もね、一緒に桑原さんと登るんですけど、今日が登山2回目という風になります。でね、山アップの方を今回インストールして実際にね、これを使いながら登っていこうと、説明しながら登っていこうかなといった感じです。まずはね、登山口探しましょう。どっちだどっちだ。こ行きたい登山口がここ、ここなんですよ、ここ。はい、なのでこれをそう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 、はい、ということはこうですよね。こっちね、こっちね、この道、はい、向かっていきましょう、はい、いやー、いいね、新鮮だね初めての人と一緒に行くとね、新鮮だね。あ、なんかそっちだね。はい、今ね、三住支所ですねをスタートしました。時間の方が11時28分ということで、これから山頂を目指すんですけど、だいたいね80分ぐらいで登れるみたいなんで、はい、1時ぐらいには山頂着くかと思います。のんびりね登っていきたいなと思ってます。初めてなのに、先頭歩いてって道案内してもらってます。あ、もう完璧だ。これね、左行くんだね。山アップね、使い方全然教えてないんですけど、初めてでも簡単に使える、はい、アプリとなってますんで、ぜひインストールしてね使ってみてください。ほんでね、今日ね、実を言うと阿蘇ね、俵山登る予定だったんですよ。あ、外輪山ね、阿蘇の外輪山俵山に登る予定だったんですけど、向かってたら土砂降りでね、はい、急遽ここ三住岳に登ることになりました。まあこっちはね、天気こんな感じで、まあちょっとね、うっすら曇ってますけどね、今のところいい感じです。ということもあって、スタート時間がね、ちょっと遅めの11時30分頃となりました。九州自然歩道なんだね。現在地。あ、三角点があるんだね、この辺にも。うん。そうだ。ね。で、登山者カウンターっていうのがある。本当だ。あれっちゃう、カチカチカチってやるやつじゃない、もしかしたら。あったあったあった。ここ、うん、1回します。ボス、俺も5604。やべえ、第一関門です。うわ、すごいね、めっちゃ倒れてるよ。なんか竹林歩いていくって新鮮っすね。めちゃくちゃ倒れてる。なんじゃこりゃ。なんかね、やたら今しんどいということで、一つだけ見方を説明します。あの、地図に等高線っていうのが社会で習ったの覚えてます、はいはい、狭いと急、うん、そう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 、うん、ちょうど今登ってる場所が
等高線が詰まってる場所なんですよ。でちょっとねしばらくは、あ、ここに分岐があるんで、分岐まではちょっとね頑張って登ろうかっていう、頑張りましょう。はい、それを超えてもぼちぼちありそうね、まだしばらく続くかな、結構、うん、とりあえずここまで、はい、分岐まで頑張っていきましょう。休憩所、休憩所、はい、あとちょっと頑張って、大変、はい大変、休憩所、はい、今現在地がこの辺りで経過時間が26分となってます。熊本家からだいたい2年前ぐらいに比べて、ぜひ来ていただきたい、はい、ながら今カメラ回ってるんで、嘘でしょ、やばい、よかったらよかったら OK やったら僕ここであったって言って動画出しますので、はい、いいですか、はい大丈夫です、 OK、 あの人生初の登山だそうです、あの新地登山部宣伝しときましたありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ山頂でまた、はい、はい、よろしくお願いします、はい、気をつけて、はい、どうも。いや、なんだかんだ言ってまだね、2回目なんで、ちょっと、おっと、へっぽこぶりがいいっすね。あ、つながった、あお、人生初のロープ場それうん、白ヶ岳と比べてしんどいてぼやいております。まあ、実際ね、今登ってるところがね、登山始めてすぐ急登になってるんで、あと足場がねこんな感じなんで滑りやすいんですよ。初心者の方はまだね足の置き方とか感覚が出来上がってないんで、ほら足取り見てください。ちょっとねあのヨロヨロしちゃう感じがあるんですけどひどいこと言っとんね俺ね。はい、はい、いやでも慣れないでやっぱこういうことがあるんだよっていうので、すいません撮影させてもらっております。なんか分岐が出てきた、三隅西港、あ、あるある分岐だ、山っぷりもね細いですけど分岐乗ってました。ここに今到着っすね。はい、今から向かうのがね三隅だけなんで 1200m、1.2 キロ、すぐっすね。はい。頑張りましょう。はい。頑張りましょう。今からは、今からちょっと坂道が多いですよ。お、ちょっと、山っぷ使いこなし始めましたね。坂道。ロープ場。ロープ場来たよ。待って。よし。いいけど。OK。楽しんでる、楽しんでますよ。だからキャッキャ言っとったわけね。そういうことね。お、なんか見晴らし台っぽくない？うん、ここ。うわ、すごい。お、すげえ。いい景色だ。すげえ。階段だ。アスレチックだね、なんかね。アスレチック。ああ。うわ。うわ、いいね。いい景色です。え？大丈夫？あ、大丈夫。大丈夫、撮るよ。いやだ。大丈夫？いやだ。もうなんか今日何なのかわかんないもん。いや。あの白ヶ岳と比べたら一気にハードル上がってる。なん
なんかすごいよ、でも田原山よりね、うん、なんか怖い、楽しい楽しい山遊びになっております。これ2回目でここはちょっと早かったかな。だってこう知らないもん、こういうとこって。うわすごい、まあ、連続してるこれ。楽しいね。楽しいね。顔え、どっち行きますか。ここですか。いや、あっちあっちあっち。ちょっとわざとらしい。でもさっきマジで言ったもん。今行き先がわからないと嘆いております。あれ大きくズームズーム、現在地。あ、ちなみにね、現在地はこの三角、こうか、これですか、これ。いやめっちゃいい景色。おお、すげえぞー。私は一歩一歩頑張れ。一歩一歩、あ、ゆっくりね。はい。いやいい景色だ。あ、なんか出てきた。雲竜台って書いてある。ちょっと待って。絶景ポイント雲竜台。こっちか。雲竜台。よいしょ。おー、すげー。すごいね。いや、すごい景色だ。はい、今ね、急登ゾーンに入りました。これ登り切ったら分岐に着く感じかな。はい。で、こうやってね、こんな感じでつづらになってるんで、まあ急登ではここね、急な坂道ではあるんですけど、こうやってね、ジグザグなってるんで、まあそこまでね、辛さは感じないです。まあ、ゆっくりね、次の分岐まで進んでいきましょう。頑張れ。頑張ります。はい。はい、今ね、8合目過ぎました。で、ヤマップでね、現在地確認しましょう。お、覚えたね。こうやって見るとね、結構登ってきましたね。経過時間が1時間27分で、分岐、次の分岐までどんくらい？あ、もうちょっとあるね。もう少しっすね。10分ぐらいで行くかな。ここは、そこが10分だもんね。うん。だから、10分ぐらいで分岐に行くかな。ここからは少し、緩やかですかね。うん。今はきつい。今までがね、しんどかったからね。わざとやろ、それ。急登ゾーンが終わって、尾根まで上がってきました。なんかね、ちょっと緩やかな。平坦な場所をね、横移動してます。はい、もうすぐあれです。うん、すごくない？え、現在地と分岐の位置すごい、バッチリでしょ。バッチリ、すごくない？すごいすごい。分岐到着です。時間がちょうど1時です。あ、噛んだ。ちょうど1時です。あ、ここから山頂まで10分だそうですよ。やばこれ、見て、クジラ、え、何これ、これ何、わからん、なんかわからん、魚だ。え、なんなんこれ、掘ってあるんじゃない？石があったから誰か掘ったんじゃない？ねえ。え、これ反対側にも目があんのかな？あ、あるある、ある。うん、なんだこれ、遊び心ねえ。さすが海の近くやね。ねえ、お、着きました。着きました。あ、お疲れ様です。着きました。
お昼ご飯食べてる。無事着きました。早かったね。時間の方が1時13分ということで、登山開始から1時間50分で山頂到着です。着きました。はい、じゃあ三隅岳山頂到着。イエーイ、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、じゃあ標高は407メートル。はい、駅のところからねすぐ登れるんで、ぜひ遊びに来てください。ではお昼ご飯にしたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。三角ここね、ここね、よし。やっぱりロープ使いました。ロープ使いました。あ、使ったんすね。すごいところがあって、すごい細い岩でしょ、岩のところ、うん、びっくりしましたね。びっくりしましたね。すごい、でも早い。もう前半で入りながら深いからね。なんかお地蔵さんみたいな、金峰山かな、あれ多分ね。で、雲仙がこっちにあると思うんですけど、ちょっと見えないんで、残念ながら見えません。こっちに雲仙。あ、こっちなんだ。うん。で、金峰山。金峰山。熊本市の里山。あれだ。綺麗。ね。はい、お昼ご飯はね、ここ、椅子借りて食べたいと思います。いや、いい景色だね。いやー、すごい。はい、景色をね楽しみながらお昼ご飯美味しくいただきました。ごちそうさまでした。はい、ということでね、今時刻の方が2時12分。ゆっくりとね下山していきたいと思います。気をつけて降りていきましょう。帰り結構ね急なんで気をつけましょうね。急な下りになってきた。はい、今ね、後ろ向きで降りてもらってるんですけど、急な角度のところをね降りる場合はこんな感じで、あの壁側にね前向きになって降りていくと安全に降りれます。反対向きで降りちゃうとね、ザックが壁に当たって前につんのめっちゃうっていうね危ない落ち方をするんで、まあ、こうやってね急なところを降りていくと安全です。あのトラロープって結構滑りやすいんで、こういう絞ってあるとこを掴むといいです。うん、こっちに行こうとしたんだよね。違う違う。はい、今分岐を天正台の方にね向かいました。朝は通ってないルートなんで、まあ言うたらねぐるっと周回で登山口駐車場まで戻れるっていうルートになってます。まあせっかくね山に登るんだったら周回コース選びたいんで、今回ねこっちをちょっと選んでみました。天正台っていうだけあって見晴らしのいいとこなんじゃないかなと思いながら進んでます。あ、なんかある。ほら何かがあるぞ。うお、なんだこりゃ。いや、これコンクリートっしょ。なんだろう、何か書いてあるけど読めないな。お、池田。あ、天正台って書いてある。
あ、三角点だ。ん？これは三角点なのかい？ほういい。見えてしまって、ね、うん。あ、そうだね。あれだね。え？あれだね。うん、見えてた。すごい。あ、もう近いじゃん、ほら。天正台です。あ、なんかのアンテナっぽいね、これ。はい、天正台到着です。山頂からね、1時間ぐらいで着きました。203メートルです。で、これからね、また分岐まで戻って下に降りていきたいと思います。行きましょう。はい。はい、分岐はどこにあるんだ？分岐。下に降りていく分岐がどっかにあるはずなんだよね。いやー、でもこうやって見ると結構ベンチとかテーブルがね、あっちこっちに、もうちょっとね、古くはなってますけど、結構整備されてたって感じですね。分岐探してください。さっき気づかんかったもんね、この辺。あ、分岐ね。あのピンク、はい、こっちだね、あれだね。いや、いきなりロープがあってね、結構滑るんで注意してください。僕も滑りました。あの、言うてこっちのルートね、人があんまり入ってないみたいで、足場、登山道の踏み跡ね、あんまり踏まれてない感じです。あの、全くかって言ったらそういうわけじゃないんですけど、ちょっとね、通られる人少ないんじゃないかなって感じになってます。いやー、こっちは荒れてるね。もうちょっとなんだけどね。登山道の脇にね、炭窯がありました。懐かしいね。昭和の初期とかね、そういう時に結構使われとったやつなんですけど、まあ、この辺り、周りの木を切って、ここでね、焼いて、炭にして、山から持って降りると。でね、町に行って売るとかね、そういう使われ方をした場所だと思います。なので、言ってね、こっち側、滝口になってるんですよ。よいしょ。はい。滝口になってて、ということは向こう側に煙突があるはずなんですよね。ちょっとね、土砂で埋まっちゃってますけど、こういう。あるんじゃねえんかな。石の横。よいしょ。多分ね、ここ。この辺。ちょっと、埋まっちゃってるんでね、わかんないですけど、この辺りにね、煙突の穴がね、開いてて、ここからドンと、出てたんじゃないかなっていうね。よいしょ。はい。久々見ましたね。なんか、炭窯跡を見るとね、ちょっと興奮しちゃう私でした。ありがとうございました。今ね、4時12分です。だいたい1時間50分。予定通りだね。下山してきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事、三隅だけ下山してくることができました。初めて来て初心者コースかなって言って登ったんですが、はい、岩場あり、ロープ場ありということで、ね、結構ね、アスレチックな山だったかなと思います。登山2回目の人、どうでしたか？きつかったです。はい。ということでね、今日の動画見てもらって、山初めてなんですって言われる方いらっしゃったら、もう本当にね、メインのルートだけで登ってみてください。帰り僕らが使ったルートね、ちょっと危ないんで、ここはやめといた方がいいかもしれませんが、楽しかったんです。はい。ということで、今回の動画はこれで以上となります。今回の動画良かったなと思ったら、グッドボタン。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よし。
温泉行こう、温泉。